I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce season four of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets, all that, and much more. 毎週火曜日のこの時間はカンベカネブミのブラッシュアップです。はい、今日の朝刊をめくっていましたら、えー、読売新聞さんが社会面のトップで AI でブログ俳優の偽発言 SNS で拡散所属事務所が抗議という、はい、結構大きな記事が出てました。ええ、この話は発信機知ってた？はい、ニュースでよく見ました。見ました。はい。えっと。 これを見ながら、ああ、なるほどなと思うことも結構あったんですよね。うん、で、まず、なぜこれが記事になってるのかっていうことなんですけど、あのこういうブログが問題になってるというネット上でもいろいろ出てたと思うんですが、事実無根だという,う事務所が、えー、コメントを出したとあの、ニュースにするタイミングっていうのは、まあ、これが問題になってるぞっていうタイミングもあるかもしれない。もししくくははたらそそうではなくてその後 えー、コメントを出して否定したというのをニュースにするかもしれない、まあ、このあたりがタイミングですよねで、この記事がこれほど大きい記事になっているのは、うん、読売新聞さんが、もともとの発信源であるブログの運営者に直接取材をして、えー、この人のコメントを取ったというのが記事にしたタイミングだと思うんですよね。はい、であのつまりそこにはあの、えー、ネット上でこういうのが拡散してますよ。 まあこれも事実だけど、それが本当なのかどうかとか、どうなのかって判断基準が困るときもあります、事務所がコメントを出したところで、えー、それを広めていいのかっていうのもあるでしょう、はいえー、コメントを出したということによって、このブログの偽発言がまた広がるという可能性もあるの、ね、で、今回のは、あの本人があ、えー、ブログの文章は生成 AI で自動的に作ったものであるとして、申し訳ないと謝罪して、ブログをすべて削除したと。 そしてどう,どうしてこういうのを作ったのかという取材をしていると、はい、まあここには一つのファクトが。 あって、うんうん、これを提示することがとても大事だと考えたから、こういう大きな記事になってるんだなと見て思いました、はい、であの生成 AI、まあ、先ほど日本全国8位ですのも取り上げてましたけど、ええ、人工知能の生成 AI が文章を作るということ、まあ、あのこの番組でもあだいぶ前に取り上げましたけど、えー、やっぱりあの事実に基づかない情報を出力する現象を、ハルシネーション、幻覚。 と言って技術的に抑制するのは非常に難しいとされているとこの記事にありましたハルシネーションというんですね、はい、幻覚で AI は単語と単語を確率的につなげているに過ぎず内容を理解しているわけではないので設計上事実を書こうとしていないと専門家が指摘していましたうあの簡単にこう AI で文章を作れちゃう時代に入ってきている,いるわけですよね で、えー、この人は、あの、ブログを作ったご本人は、えー、と、効率よく大量に文章を書くために、今年 1, 1月から市販の AI 文章を作成ツールを利用していて、はい、3分程度で長い文章をさ生成することができ、1日に10本ほど投稿していたと。 うん3分で1本あのできたら、まあ、30分かければ10本できちゃうわけでの問題さえ考えればですね、うん、それで月5万から7万の広告収入を得ていた<か>これ、大きいですね、5万から7万これやろうと思う人いるでしょうねう、はい、つまりやろうとしている人が結構いるということはあの、まあ、お金の広告収入を得られるんだったら AI でどんどん文章を作って出してバズ、えー、を。 みたいと狙ってみたいと思う人が、うん、まあそれなりにいるっていうことでしょう、はい、それがネット上に溢れている、はい、まあそのうちの一つで問題になったということなんでしょうね、うんでえー、AI に小学生にも分かりやすい長文記事を書いてくださいなどと指示をしたと、えー、で文章を作り出していて、えー、タレントさんがあ虚偽コメントに含まれたのは偶然だったと、うん、まあ確かにこ,こういうのが突然出てくるとき、自分で AI いじってみたときもありまして。うん えー、まあ自分の名前で引いてみてもいいんだけどあの、はい、この人がなどういうことをし,してますかっていうとパッと出てきたりとかしてそれが、うん、まあ大抵嘘だなっていうものも多くて、うん、それがネット上の記事になって広告収入を得られてしまうっていうのはなかなかすごい社会になってしまったなってこんな記事見た時どう思いましたいやな,なんかもう自分がもしかしたらこれまでに見ていた記事も、うん、も,もしかしたら何パーセントかは 偽の情報だったんじゃないかっていう恐怖がありました、うん、ああ何パーセントじゃなくて、半分以上だと思うよ、8割かもしれないね、あもしかしかたら、ねうん、ネット上に出てるのもそうだよね、うん、あのこれがあの一部、えー、切り取られて、えー、こんなこと知らなかったよ、意外だったってツイッターなんで流れていった、うん、ということなわけですね、うん、でもそれを知った人はあ、そうなんだと思って、転載してで、転載されたものしか見てないから、うん、ソースが分かんなくなってくるっていうことでしょうね、うんうん、そうですね。 ああのまあ、どうしたらいいかって言われたら、やっぱりニュースソースがどこかは、まず一回検索してみた方がいいよねと、これで、えーまあ、既存のメディア、新聞やテレビなどのメディアがきちんと出てくれば、まあ、それなりの根拠はあるということですね、僕らもあのいい加減なことを書いて訴えられてしまってなかなか大変なので、はい、訴えられないように注意は当然するわけですね。はいはいはい まあもちろんあの訴えられても書かなきゃいかんというときは訴えるあの書くんですけど、あの間違いで訴えられて謝るというのは、ちょっと僕らはプロとしてはまずいので、えー、メディアがまず報じてるかどうかっていうのを基準にした方がいいでしょうね。うでも 既存メディアが報じてないっていう表現の仕方もあるんですよね。ああ、そうです。なるほどね。そう、これはメディアの信頼度の問題もあって、っなかなか今、あの。広がってしまって困ってる、うん、まあ、僕らも責任があるなと思うんですけど。うん、でも、メディアが報じられないのは、あの、報じる根拠がないっていう場合も結構多くて。うん、なんで報じないの、いや、それって本当かどうかわかんないですよっていうと。うん えネットに出てるじゃないっていく裏が取れてないから出してないっていうのもあるのにそれをねあの簡単に既存メディアが報じてない、えーえー、ことって言って出してくるのは、うん、それだけで結構、前うつわかなって感じはしますね。うん あとこうやって座って書ける検索するだけで書ける AI に頼めば書けるこたつ記事みたいなのもの、はい、記事とも言えないですけどでもそれ見てそうらしいよっていう噂話を話のレベルを流してしまうことに注意した方がいいでしょうね、うん、噂話が多い人ってね結構、うん、嫌われたり軽く見られたりするじゃないですかまあネット上でも多分同じだと思うので不確かなことを簡単に言うのはやめて一回ちょっとソースを探してみようかなっていう。 時間が欲しいですね,、うん、ね何とかがあってさこうこうこう、こんなことがあったんだって知らんけど。知らんけど。<laughs> んどや、その知らんけど <laughs> 知らんけど、ね。あ <laughs> ったら言うなよっていう。会話レベルならまだいいんですけどね、<laughs> 楽しむので、こういう,うにこうね、やっぱりこう、誰かの不利益になるようなことっていうのをうう簡単に解決するのはね、やっぱりよくないですね。はい、さて、えー、8時40分過ぎのキャッチアップはどんなお話をはい、えっ、ー、と、ちょっと私が、あ 刺激を受けた大学生のコメントについて紹介したいと思います。はい。リンクの海月ラナと大空りこです。RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ、今夜もあなたにリンクリックをポッドキャストでもお楽しみいただけます。アップル、Spotify、Amazon ミュージック、Google ポッドキャストなどで今夜もあなたにリンクリックと検索してフォローをお願いします。ポッドキャストもリンクリック。